アしました。さあこのセカンドボール、町田が取れればチャンスになるか。ありますよ町田。さあ町田右サイド、中島、中には2枚か4枚か、ファーサイドに流れたヘディングを折り返した、シュート、いやー強いな、なんとなんと町田同点に追いつきました。いや奪ってからのね枚数のかけ方っていうのは非常に素晴らしかった。今32番の戸高、まあ、なんか4対3の状態でしっかりとこうマークがついてないファーのポイントですよね、まず、はい、ここからの、ね、人数のかけ方は迫力ありましたよ。ここですね、落ち着いていました。なんとなんと町田、終盤に粘りがあるという話をしていましたが追いつきました。試合としてはね非常に面白いゲームにはなりましたね、はい、3位と4位の上位対決、